募集です。どうもサクサクミルクの赤崎です。こんばんは、塩です。はい、よろしくお願いいたします。沖縄そば金太郎です。金太郎、沖縄そばなんですね。南城市という場所にございますよ。沖縄に行ってまいりました。沖縄行った、ね、沖縄なんですよ。那覇空港からね、車で30分ぐらいのところにある、あら、もう沖縄そば専門店です。はいはい、はい、なんですけども、うん、まあ、こういった風にね、メニューありますよね、沖縄そば、わーっと、うん、まあ、本当にこう、他のメニューがない、もう完全なる沖縄そばですよーっていうところで、まあ、いろいろ、こういったもんありますけど、ジューシーとか高いです、ちょっとした、フォアのものありますけど、なんとその中に、うん、そうめんという、沖縄そばながら二郎系がある、というお店なんですよ。あの沖縄そばの麺を使ってるんで、ああなるほど、そう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 、で食券制でして、今回は沖縄特産のソーキっていうのも購入しております、うん、ね、で着丼です、こちらです。ああ確かに、そうめんの中、750円で野菜増し増しとニンニク増し増しで軟骨ソーキと入れてまして、油のコールはできないんで、増し増しは、要確認も必要ということで、よく聞いてくださいねということでございますね。よいしょい、というわけでまずは沖縄の野菜から、うん、ねえ、行きましょうか。まあ、沖縄で作ってるもやしのためか、やや細めの、ちょっと印象がございますね。やや細め。うん、ただ、この食感としまして、うん、あの本土よりももう、シャキがすごい。ええ。もう特にシャキだったかな。本土よりも。本土よりももうシャキ。シャキが。すごいです。そして、野菜量は、とんでもなく多いです、これ。結構器がね、まあまあ大きいから、こう、全体的に野菜が入ってるんだけども、上のもやし食うと、なんと真ん中にね、キャベツエリアがこう、うん、出てくるんですよ、はいはい、でこれはね、キャベツだ、そう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 、甘みのあるしなしなキャベツなんですけども、これがまた美味しいんですね、うん、で、軟骨ソーキ、うん、いきましょうか。うまいよね、これがね、うまい、白身魚みたいな柔らかさ、おいと、ソーキがうまいじゃん、ソーキがうまい、今は軽くだ、早期の層だから、これはそうめんというのは、あーなるほど、そう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 、で豚も入ってるんですよ、うん、まあ、いわゆる豚ね、うん、入ってる、まあ、ちょっとこう薄切りの豚でございまして、うん、特に余分な余計な味がついてないダイレクト豚、ダイレクトに、ダイレクト豚、ダイレクト豚ですね、さあそしてお待ちかねの麺、おっと、いい引き上げ具合ですね、すんげーもちもちなんです、うん、これがやっぱソーキそばに特有の麺なのかな、うん、うん、あんまりこう、まあ沖縄そば食うっていうことないからね、まあ、確かにあんまりないよね、一、うん、年に一回あるかないかないかないかぐらい、うん、まあそうですね、あ、うなずいちゃってもうなずいちゃってもで、スープですね、はい、よっと、この角度を取らせていただきまして、ちょっとね、うんうん、すっきりとした、まあ、皮乳化系、一応まあ、カツオだしと豚の合わさったものがやっぱり沖縄そばなんだけども、ほとんど豚の脂は感じられない、うん、すっきりとした醤油のスープでございますね。で、ニンニク、うん、ニンニクなんですけども、まあ、このようにあの掲げていきますが、まあ、先に言っちゃうと、うん、辛さよりこう匂いがすごい、もう、うんうん、ニンニクの、なんなら厨房からもうね、あの流れてきてたから、そんなに、そんなによ、あ、もうほらもう、あ、ブルーってしびれちゃってもニンニクの辛さでもブルーってしびれちゃってるぐらいよ、もう食った瞬間ブワッと口に広がる、うん、こいつ食ってんな感がすごかったです、こいつ食ってんな、自分だ、あ、そして、え、くそ、くそと思ったら、なんとこちらフーチバーです、フーチバーフーチバーなんですね、フーチバー、フーチバー、よもぎと書いてありますけど、うん、フーチバーが無料でコールできるというんで、私、うん、初経験なんでしょうか、フーチバーと思いながら、うん、ね、食べましたけど、うん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 、なんだよ、相当なことも、ちょっとそのままね、フーチバー麺も、いや、違う、なんだっけ、何か思ったんじゃないの、苦味がすごいもん、そういうことね、苦味が、これちょっとスープ飲んで中和しますけども、まあ、得意な人しかね、これはちょっとコールしちゃいけないかなって、あの癖のあるよ、癖がすごかったですね、いろんな多分ゴーヤチャンプルとかにめっちゃ合うんじゃないかなっていう、うん、フーチバーは、うん、もう威力がすごすぎて故障どころではございません、もう、でもこれ好きな人はね、めっちゃ好きなんじゃない、あ、これは、まあまあそうかも、そうそう、苦い食べ物を好きな人にとっては、うん、これがどんどん癖になってくるんじゃない、うん、うん、まあ気をつけてと言ってるそばからですね、はい、こういった
しまった話。わー、これ辛いよ。あー、知ってました？これぐすね。あー、そう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 、ちょっとだけまずはね、味見をしていきますけども、こちらがですね、あーっと、まあ、直で言ったら特にね、やっぱりなるよ、そりゃ辛いんだから。そう、経験なかったけど、やばいっすね。これやばいっすね、ほんとに。入れちゃうけども、まあまあ、一応入れちゃうけども、どんな味かというと、まあ、辛みあるんだけど、アルコールをこう、食べてるような、なんかこう飲んでるよね。いや、そうそう、うん、アルコール辛いって感じ。うん、うん、お酒がちょっと苦手な私としては、うん、かなりの、なんというかな、何だったんだよ。まあそんな時はね、うん、そんな時はですよ、金太郎水でやっぱりこれを逃がしていこうと、なんと南城市の水はですね、沖縄県北部のダムなどから取ってきた水源を西原浄化場で、浄水場で、馴染みないんだよな。え、ございませんか、うん、西原浄水場地名に。あ、南城市、これ南グスク市って読むかもしれないけど、どっちかな、南グスク市か、確認しといて。それはいっぱい出てくる。90点超えです。あ、95円、なかなかの量だった。いや、なかなかの量でしたよ。ちょっと紙が多いです。そうです、ね、危ない危ない、ちょっと、ね、水源を水銀って言っちゃう。一番ダメだ。一番危ない。一番ダメ。水源ね、水源。というわけで、沖縄のね、南城市、あるいは南城市の行ってきましたけども、はい、もう一軒あるんで、沖縄。あ、沖縄。ご期待ください。めっちゃ食ってる。ごちそうさまでした。はい。